ですか。はい、はい、すいませんね、あのカラオケボックスがうるさかったんでね、ちょっと急遽ね、あの行き当たりばったりの YouTube ですけど、戻ってきたっていうそう、はい、とりあえずね、はい、引き続きちょっと森さんにいろいろ聞いてみてください。はい、はい、で、はい、ありがとうございます。で、また被っちゃうんですけど、さっきの、まあ、尊敬する監督さん、さっきは、うん、聞いたんですけども、やっぱ本当にそのリアルにこう、まあ、順位をつけるのもあれだと思うんですけど、ベスト3ぐらいからその尊敬する監督さんといいますか、うん、まあ、はい、じゃあ順位をつけずに伝えていくみたいな、あ、はい、はい、それでお願いします。はい、はい、じゃあ回ってる。はい、もう回ってます。はい、もう僕が、まあ、いろいろお世話になった監督で、はい、まあ、代々木さんのことはいろんなところで何回も喋ってるから、はい、代々木さん以外にもいろんな方にお世話になったというか、はい、いろんなことを学んだ感じで、で一つは、まあ、今日ね池袋だからだけど、はい、日比野正明監督、で日比野正明監督は、はい、まあ、全裸監督で有名になった村西さんのサウンドバック軍団って呼ばれてて、うんうん、弟子だったってことさ、弟子つか、あの江本さんがやってた役のモデルは日比野さんだ。そうなんですか。そうそう、で池袋に住んでて、はいはいはい、で日比野さんはもう本当にね、団員始めて4ヶ月目ぐらいから使ってもらってて、それが集団優の学生役でね、はい、使ってもらってたんだけども、だからもう23年とかの付き合いなんだけども、まあ結構厳しくいろいろ言われてきたよ。で、うん、何がダメだとかですか、まず。そうだね、もう結構、うん、具体的に言うね、うん、喋りすぎだとか、うん、言いますよね。うん、あ、才能言ってる。僕も昔ちょっといろいろお世話になって、うん、はい、言われてました男優はめちゃくちゃ喋んじゃねえっつって、はい、で確かに先輩の男優とかでも喋ってる男優っていうのは自分のあそこの調子が悪いからそれをごまかすために喋ってる、で一生懸命ね、その方が間が持つって考えるんだけど、そんなことはいいから一生懸命立たせる方に集中しろよこの野郎みたいな、うん、ごもっともな。そうだ、確かにそうだなって。だからそうやって言われて考えると、男優が気持ちいい気持ちいいって言ってる時って気持ちよくない時だからね。ああすごいとかって言ってる時は実際はすごくない時とかね。確かに、なんか一生懸命誇張してるけども、うんうん、そういうのは、うん、やめろとか、あとは、うん、控え室でね、今日の女優さんはなんか整形だからなみたいなことをね、男優が集まって話してたら、ひりかさんがね、怒って、ね、お前らはそんなのいちいち気にすんじゃねえっつって見てる人は分かんないんだからだからお前たちのやりごたえ、やり心地、そんなのは関係ないんだよ。確かに。で、あとはありがたみが足りないっていう、というのは男優はもうその場で女優さんとセックスする前提でその場にいるから、そうですね、もうあそこ一直線なわけよ。そうですよね。だけども見てる人はな、まずこの子の服を脱がすところから、うんうん、肌に触れるところから乳首をつまむところ、うんうん、まずそこにたどり着くまでで盛り上がってんだから、うん、いきなり脱がすんじゃねえ、うん、もう本当に事細かくいろいろ教わったね。本当そうですよね。僕もなんか若い時にお前の笑いはいらないみたいな、お前なんか僕に似合おうって言って笑っちゃうらしいんですよ、うんうんうん、なんか、うん、それが 鼻につくからやめろって言われて、あ、それはね、僕も同じこと言われてて、はいはい、お前はキスするときに目をつぶるんじゃねえって、うん、お前が目をつぶってキスして、はい、うっとりしてるのは気持ち悪いんだよそれどっかの YouTube でも言ってませんでした。だから目を開けてキスをしろと、はいはい、お前がうっとりするんじゃねえって言われた、はい、なるほど。でもね、みんな本当にね、口が悪いけど、そうごもっともです。ごもっと、まとも得てらっしゃいますのよね。そう、うん、そうなんです、ね、でもね、それがね、うん、男優だけじゃなくてね、女優にも言うからね、うん、
だからね、もう本当に何も言えない。そうですよね。実際にね、女優にね、うん、終わった後にだよ、うんうんうん、メーカーの人に電話して、うん、今日の女優はダメだから、うん、二度と撮んない方がいいですよって言っちゃうんですか。女優の前で言うんだよ。すごい。この女優の洗剤捨てた方がいいです、間違って二度とキャスティングしないようにみたいな。ガチですねそれね。ガチ。うわ。で帰れってね、本当に女優に言うしね、はい、すごい。やる気ないなら帰れ。へえ。いやすごいよ。逆にすごいいい時もあるわけですか、女優さんによっては。あ、もうね最高だよみたいな、ま、では言わない。例えばね、はい、はたちゃんとかにはね、はい、もうメロンメロン。へえ。仕事ができて売れる子が大好き、はい、なるほど、分かりやすいタイプ。そう、分かりやすいです。なるほど、ありがとうございます。はい、はい。